正面ゲート2008年撮影マイクロウェーブ鉄塔2008年撮影 LP アンテナ2008年撮影ディスコーンアンテナ2008年撮影所沢通信基地とは埼玉県所沢市にある在日米軍の通信基地アメリカ空軍第5空軍第374空輸航空団所属施設施設番号は f a c 3 4 9日米安全保障条約上の正式名称は 所沢通信施設。以前の歴史は、所沢陸軍飛行場、大和田通信所を参照。アメリカ軍横田基地や大和田通信所との通信用、マイクロウェーブ鉄塔1機、米軍航空機との通信用指向性アンテナである、LP アンテナ8機、航空機との通信用無指向性アンテナである、ディスコーンはアンテナ13機、ルトアンテナ2機など、隠し通信用機器が設置されている。 その他中央部に管理施設、倉庫が併設されている。大和田通信所の受信に対し所沢通信基地は、米軍機に対する送信が、無線局としては日米地位協定に基づき、AFN 同様、日本法の適用対象外。2005年の報道によれば、米軍資料から所沢通信基地を含む世界14カ国にある通信基地を対象に、 アメリカ合衆国大統領もしくは国防長官などから各兵器攻撃実施部隊への緊急行動命令を米本土から遠隔操作で伝達可能にする近代化計画があるヘリコプターや垂直離着陸機の離着陸が可能で2018年7月2日には V-22 オスプレイの初飛来が確認されたところ飛行場総面積360ヘクタールのうち 約300ヘクタールをアメリカ軍施設として使用開始。アメリカ陸軍在日兵隊補給所となる。修理機能は相模総合補給所へ移転。在日米陸軍兵隊ンセンターとなる。ベトナム戦争症病兵用医療物資の貯蔵管理、補給施設として第600人部隊が運用開始。アメリカ航空宇宙防衛軍令下の第14通信中隊が運用開始。 空軍通信サービス第1956通信軍が運用開始、ジョンソン飛行場の最終変換に伴う代替施設として設置。第475基地航空団の解散により、第374空輸航空団の管理下に置かれる、第1956通信軍の解散により、使用部隊が第374通信中隊となる。1982年の 第3次返還以降、市、市議会、基地対策協議会らの再三の要望にもかかわらず、返還実現への動きが止まっているのが現状である。対して米軍は通信機能強化に進んでいるため、返還に向けた合意は難しいのが実情である。2012年2月23日、防衛省から日米合同委員会にて、東西連絡道路用地の返還合意があったとの報告があり、 第3次返還以来、約30年振りの動きが期待されている。2020年3月28日、東西連絡道路が開通。ありがとうございます。